信じられるかな、凶悪極まる囚人を収監しているこの監獄の中に、なんと対外的に開かれているレストランがあるんだ。調理師とウェイターは全て囚人だ。食べに来る客の中には国会議員、貴族、名士がいさえする。ミシュランの星をもらっている調理師が料理に対して絶賛をする。ここはイギリスのサリーにあるハイダウン監獄だ。ここでは1100人の囚人を収監している。イギリスにおいて囚人の再犯率が最も高い監獄だ。釈放された囚人のうち 70% が1年以内に再度犯罪を犯すんだ。人々が一旦監獄に入れば基本的にはもう活路はなくなる。彼らが社会から見捨てられるのは避けられないことだ。しかし監獄は彼らを見捨てることはできない。それゆえイギリスの他の監獄と同様に、ここの囚人も給与が支払われる仕事を得ることができる。ついでに技能の習得により彼らを犯罪から遠ざかることを手助けしている。ハイダウン監獄は独特な改造革新によって名高い。それは彼らが設立したほぼ完全に囚人によって経営されているレストランだ。レストランの住所は監獄の中だ。客たちがご飯を食べるにはさらに監獄に入る必要がある。これ以外にここと他のレストランには何の差異もない。客たちは銭を払っても有料なサービスを受けることを望む。ただここで暴力事件が発生すればレストランは直ちに閉鎖され永遠に再開できない。やはり包丁を持っている調理師たちはみんな罪を犯したことがあるんだ。ここには安全リスクがないといえばそれは間違いなく嘘だ。それゆえシェフであるアルは必ず独裁者を務める必要がある。彼は監獄の囚人ではなくてレストランの管理者だ。レストランに来て働いている囚人に対してアルには拒否権がある。間違いを一度犯しさえすれば永遠に採用されることはない。開業して1年余りになるが、監獄レストランにはすでに13人の日頃訓練を積んだ調理師とウェイターがいる。釈放された後に仕事を見つけることに成功する。これは彼らにとって言えば人生を変える良い機会だ。しかしレストランにずっと留まりたいと思っても決して容易なことではない。この日2人の囚人が食べ物を密かに取ったことにより解雇された。アルは改めて数人を募集する必要があった。囚人たちに料理を作るためのメインの調理場は絶好の選抜場所だ。19歳の兵は幸運にも選ばれた。彼の罪名は2度の暴力的略奪だ。しかし今彼はプロの調理師になりたいと思っている。関連職業資格証書を取得したいと。監獄レストランに行くと疑いなく多くのものを学べる。これについて彼は非常に期待しているんだ。 Like, I enjoy, I get excited. Yes, let's go. We're getting money. But I'll give it up if I've got a legit job, fam. I'll give it up. If I come out and get that nice job, you see what I'm saying? It's a fresh...21歳のペイチもレストランに働きに行きたい。今回すでに彼にとっては15回目の監獄入りだ。それゆえ彼は前の失敗を繰り返したくはない。面接に参加した囚人の中で24歳のロビーは初めての監獄入りだ。彼の罪名は麻薬の携帯だ。犯罪をまだやっていなかった時でもロビーは仕事を探すのが難しかった。というのも学歴が高くなく、いかがなる職業資格証書も持っていなかったからだ。今では犯罪記録があって状況はより厳しくなるのみだ。それゆえこれは彼にとって得難い機会だ。幸いにもアルの面接を経て彼とペイチは共に採用された。月曜日から働き始めることができる。兵はさらに1週間待つ必要がある。彼は荒っぽい性格を改める必要がある。ペイチとロビーはこの日出勤した。ちょうどレストランで行われるチャリティー晩餐会に間にあった。80人余りの客が現場に一堂に会する。調理場は忙しくてどうしようもなかった。ロビーは泊まって手助けをし、ペイチは直接ウェイターとして現場に立った。今回は彼が入国して以来初めてこんなにも多くの女性を見たのであった。見ていて少し感情が高ぶった。態度すらも非常によく、完全に熱心で友好的な様子だった。アルは満足を示し、これはペイチをも自信で満たした。彼は明日の仕事に対して非常に期待している。翌日やってきた人はロビーのみだった。というのもペイチがレストランの入金システムを壊してしまったからだ。彼は電子領収書上にいたずらのように下品な言葉を出力した。これはレストランのイメージに重大な影響をもたらしうる。事実確認調査の後、ペイチは直接解雇された。時をあまり空けずに兵もレストランにやってきた。彼はここで4ヶ月いることができれば国の調理職業資格証書を取得
することができる。初日の午前中、彼の態度はとても良かった。作ったケーキも格好がついたものだった。しかし、午後の交代時に彼は更衣室に隠れ入って、客のために準備したサンドイッチを食べた。さらにはファンタも密かに飲んだ。だが、サンドイッチは別のシェフが彼に食べることを許したのだった。アルは何も言わなかったが、彼も兵がファンタを飲んだのを見てはいない。自分では、辛くも逃れた悪ガキだと思い込み、アルを背にして密かに快楽を求めた。退勤前に、さらに再び規定に違反して、更衣室に逃げ込んでタバコを吸った。カメラマンには言う勇気はなかった。しかし、翌日、レストランの従業員が彼のことを通報した。相手は彼がファンタを密かに飲んでいたのを見たと。これはアルを非常に怒らせた。しかし、兵の年齢はまだ大きくないのを見て、彼はやはり再度相手に一度の機会を与えることに決めた。ただ、彼の1日分の給与を控除し、しかも4日間の停職にした。現在までにおいて、新規従業員の中で、ロビーのみがまだポジションを堅守している。彼はずっと真面目に働いている。最近、すでに3種類の料理をマスターした。レストランにやってきたばかりの時、ロビーが一番緊張していて、一番恥ずかしがっていた。彼は自分では任務に耐えられないと思っていた。しかし、彼に大胆にやってみるようにアルは励ました。ロビーも確かにやり遂げて、彼はますます自信を持つようになった。また一度の晩餐会に対応するために、レストランはイタリアの有名調理師であるジョージを雇って手伝ってもらった。彼は6軒のミシュランレストランを保有している。ここに来て、さらに従業員に対して1対1の指導を行う。これは金銭では買えないものだ。これ以外に、ジョージはさらにこれらの囚人が出所するのを待って、彼らに仕事を提供することを望んでいた。当然、その前提は態度が良好であることだ。真面目に進んで仕事をするロビーは、彼の心にとてもかなっていた。7週間後に、ロビーは出所することになっていた。その時になったら、彼はミシュランの星をもらっているレストランでの1日使用を受ける。合格すれば、残って仕事をすることができる。これは彼にとって言えば、とても良い機会だ。クリスマスの前夜に、兵は再度、レストランへ戻って働いた。これは彼が自分を証明する最後の機会だ。単に勤務態度から見れば、彼は確かにかなり真面目になった。しかし、翌日、アルはいくつかの悩ましい情報を得た。兵がレストランから牢屋に戻った時に、一人の囚人である同僚を脅したと通報した者がいた。さらに相手の喉を切り裂くと公言したんだと。この行為は非常に悪辣だった。アルをもとても失望させた。助けが必要な人はさらにたくさんいる。チャンスをつかまないなら誰も彼を助けられない。兵は最終的にやはり解雇された。しかし彼は過ちを意識できていなかった。ただ自分の話しぶりがちょっと良くなかったと思っただけだ。懲罰として兵は至福の上納という罰に処せられた。その中にはさらに彼にとって最も大切な靴も含まれていた。幼い頃より複数の寄宿家庭を転々としてきたため、兵はこれまで本当の家族愛を感じたことがなかった。彼はいつも汚くて、しかも穴が開いた靴を履いていた。これは彼が幼少時代に受けた無数のいじめによるものだった。それゆえ、靴は彼にとって言えば一種の執念のような存在だった。責任者であるジェキーが説得して、兵はようやく言うことを聞くようになった。ジェキーは監獄の中で彼に母親のような思いやりを与えた。この時だけ、私たちは彼が反抗期の愛にかけた青年に過ぎなかったことを見て取ることができた。ペイチはレストランを離れた後、また汚れた服を集める仕事を探した。これは、レストランの仕事とは差が大きかった。しかし、彼はやはり心を入れ替えて生まれ変わり、よく銭を儲けることに決めた。レストランで12週間働いた後、ロビーは態度が良好であったため、期限前に釈放された。アルは彼を連れて、調理師助手の面接のためにジョージのレストランに行った。彼が作ったウイキョーブラッドオレンジサラダを味わった後、ジョージは満足して彼を採用した。ロビーの年俸は2万ポンドに達しようとしていた。しかもミシュランレストランで働いていて、彼の未来はさらに計り知れない。これは彼にとって言えば人生の転換点になった。ロビーは非常に大切にしている。K が軽い囚人を社会に復帰させ、彼らが再び犯罪を犯すのを防ぎたいならば、結局のところ、やはり彼らが身を落ち着けるところができて、心の拠り所を得ることができる仕事が必要だ。監獄レストランは、そのとても良い模範かもしれない。